皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも、私です。野草局2、続きやってまいりましょう。それではね、図書館で、まあ、こうちゃんにね、とんでもないけど、あきこさんのこと調べといてくれよって伝えた後ですね、突然電話が鳴りました。思考を妨げられた私は、体に鞭を打たれたかのようにびっくりと顔を上げた。誰かしら。私は立ち上がり、受話器を取った。はい、野々宮図書館です。あ、僕。電話の声はこうだった。私の知り合いに僕さんはいませんけど。私はちょっと冗談で返した。ああ、もうわかったよ。こうです。よろしい。頼み事をしておいて、私もちょっときついかな、などと思う。そんなことよりわかったんだよ。平山亜希子の件。早ない？本当？早いだろ、褒めて。さすがこう。ほんと、意外とこういう時は頼りになるわね。で、誰に聞いたの？鬼村さんだよ。なんだ、警察に聞いたの？別に分かればいいんだろ？人脈って言ってくれよ。こうは自慢げに言った。まあいいわ、それで。聞いて驚くぞ。そう言うと、こうは息を吸ってから言った。ご主人が亡くなったのは、なんと心中事件の翌日なんだ。翌日。私は声を上げた。そう、死因は交通事故。夜に家を出て飛び出してそのまま。交通事故。お酒も飲んでないのに相当無茶な運転をしたみたいなんだ。一説では自殺じゃないかと言われてるよ。ふーん。また一つ謎が増えたわけか。しかし、これで事件の情報は一通り揃ったはずだ。いや、事件の真相が見えてきたと言ってもいいかもしれない。もう見えてきちゃった？ねえ、こう。何？明日の朝、図書館に来てくれない？あー、翌日。天気は快晴。すべての謎が解けるにはもってこいの晴れやかな朝だわ。さて、朝早くこうはやってきた。これからどうするんだい？私は答えた。こう。何？犯人が分かったわ。私は言った。犯人？ってことは？ちょっと待って、私まだ分かってなーい。浅沼殺人事件の犯人。浅沼殺人事件の方か。私のその言葉に、こうは目をパチクリとさせている。それじゃあ犯人は誰なの？誰だろうか。誰だろうか。わからないはまあなしやん。大目洋子さんも関係ないと思うねんな。なんかね、大目洋子さんの話聞きに行った時に、住代くんが姿をくらましたことはすごく気になるけど、なんかあれ、私ね、大目洋子さんに姿を見られたくなかった理由があるんじゃないかなって思ってる。まあでも、こん中で、ちょっと待てよ。あきこさんの旦那さんが一家心中の次の日に亡くなってて自殺かもしれないってなると、一家心中の原因に一枚噛んでて、何かしらの罪悪感に駆られて自殺の可能性があるかな。
で、浅沼弁護士、浅沼弁護士ちゃうわ、浅沼探偵は、浅沼さんは古川さんの旦那さんに金を積まれて嘘の報告をした。あ、それかな。浅沼が古川光也から金を積まれて違う情報を本来の依頼主の奥さんにしたことにより、でも奥さんが自殺するような情報をわざわざ金積んで流したってこと？あ？それを流したことにより奥さんが亡くなって、それを知った平山明子さんが殺したみたいなことかな。お前が嘘の報告をしなければ私の姉は死ななかったんやで、みたいなこと。ずっと事件のことは気にかけてたって言ってたから、私たちが平山さんのところを訪ねたことをきっかけに平山さんも気になって調べてて、みたいな。で、でもそうやな、浅沼が殺された理由って考えたら、あの人がしたことって探偵として雇われて金積まれて嘘の情報を伝えたっていうのがあの人のやったことやから、そこに関連することでの恨みのはずでしょ。ってなったら平山さんしかいないか。青梅さんではないんかな。あ、でもあれ、ちょっと待って、誰と誰がさ、イボ、誰と誰が異母姉妹やったっけ。青梅さんや。青梅さんはあれやわ、親が違うねんな、片親が違うねんな。そうやな、私あのアパート見に行った時、血つながってない母親と暮らしてんねやみたいな話多分したから、だから平山さんと古川さんは母親が一緒なんよね。平山さんかな。で、こんな悩んでるけど、これなんともない選択やったらどうしよう。私はこうに言った。こうは一瞬言葉を失ったようだった。平山さんって平山明子さんが犯人ってこと？戸惑うのも無理はない。私は黙ってうなずいた。でも一家心中の件はまだわからんな。でもどうして？殺す理由なんてあるのか？人間関係に立ち返ってみましょう。そう言って身を乗り出した。私が古川邸に行った時のこと話したわよね。ああ、空気銃で狙われたって。その前に私が気がついたことがあったでしょ。こうはちょっと考えているようだったが、やがて答えた。夫婦が部屋を別にしていたってこと？そう。それが何か？その事実から憶測かもしれないけど、私は古川家の夫婦仲を疑ったの。ほん。そしてこれを証明するような情報があったわよね。あ、でも空気銃で撃ったのは誰やろ。夫婦仲を疑う話は浅沼さんやんな。浮気調査を頼まれたよって話やんな。浅沼の話は覚えてる？ああ、浮気調査してたって話だろ。妻の和子は夫である三ツ矢の浮気に悩んでいたのよ。幸せに見えた古川家も実情はそうではなかったということよね。じゃあその浮気相手って誰なの？
ってユキなんて十何歳やもん。じゃあ十歳やな。22歳で5年前17歳やもんな。ナオコは自分の娘やろ。ヨウコは何や。え、ヨウコは全く関係ないんかな、この事件。アキコが浮気相手やったとして、アキコが浮気相手で、それを嘘つかせたってことやんな。違う人だよ、違う人だよじゃないか、浮気してないよって報告して、え、最近仕入れた、浅沼が最近仕入れた情報っていうのが何なのか全く見当がつかないけど、いや、あのさ、すごく嫌なこと考えるなら、すごく嫌なこと考えるなら、ユキとタダオが父親一緒ってやつ。同い年、どうなんやろね。でもそれ、ちょっとそれ、同い年でさ、自分の嫁と浮気相手二人子供作るって、あまりにも三つ男が種うますぎるねんけど。子供ってそんな欲しいと思ってすぐできるもんじゃないと聞くよ。結構頑張って作る人もいるという中、一年の間に二人の間に子供作るとか、あるかな。でもね、なんかね、タダオさんと、そのユキさんが、すごい仲が良かったって話で、タダオが、ユキさんのこと好きやったけど、僕らお父さん一緒なんやってなって、自殺しちゃってみたいな話かな。どう？でもこん中でまあ、1にはないわな。でもここで大梅さん急に出てこんと思うのよね。古川光也の浮気相手は平山明子よ。私は答えた。平山さん？うん。信じられないな。でもどうして？古川光也が首吊りの踏み台にした本があったでしょ？うん。ここに寄贈された本だね。あの本には、ユキと女性の文字で書かれていた。コウが思い出したように、あっと小さく叫んだ。それじゃユキさんは、その名前から付けたってこと？あ、違うわ。そうやな、生まれてるからとっくに。あ、でもやっぱそうか、そう。古川光也と平山明子の子供なのよ。種馬コースか。じゃあ古川光也があの本を踏み台にしたのは偶然じゃなかったんだ。私はうなずいて言った。あの本は私たちにとってはただの百科事典だけど、きっと名前をつけるときに平山さんがメモをした思い出の本だったんだ。きっしょー。あんなメモある？あんなメモの仕方ある？まあまあまあ、でも世の中な、な、小説よりきなりって言うしな。じゃあそれが原因であの家庭は崩壊したのか？うん、それだけが原因だったら首を吊るのは妻の和子だけでいいはずだわ。どういうこと？それはこれから裏を取るんだけどね。私はそう言って席を立とうとした。ちょっと待った。コウが私を止めた。何？事件に平山さんが大きく絡んでいるのはよくわかった。でも浅沼を殺した理由がよくわからないな。どうして？だって浅沼と平山さんの接点が全くないじゃないか。面識だって多分ないんじゃないかな。それがね、私はちょっと考えてから言った。
実はその点で一つ気になることがあるのよ。気になること？うん、浅沼が言ってたことなんだけど。浅沼が言ってたこと。浅沼と和子の関係って何か言ってたっけ？は？いや、なんか私さ、こうなってくる、そっからこう、もうこれがね、正しいとしたら、私の今までの推理が全てドンピシャで正しいとすれば、浅沼が、でもどこまで掴んでたんやろな。どこまでやろう。だから何かしらの形で平山さんの旦那さんが二人の関係を知ってしまったんやと思うねんな。で、耐えられなくなって自殺かなって感じ。浅沼が工事現場で働いてるって言ってたわ。現場重なったんちゃう？転職した話？あ、すぐに探偵を辞めたって話か。何の職に変えたか覚えてる？コウは顎に手を当てて考え出した。そしてしばらく後、ハッとしたように私を見た。工事現場？私は大きく首を縦に振った。もしかしたら浅沼と平山明子は面識があるのかもしれないわ。まさか。甲が息を呑む。確かめに行きましょう。どうやって？とにかく平山さんの工事現場に行ってみましょう。それしかないわ。いきなり乗り込むのか？もちろん、さ。ちょっと待ってよ。優が早いか、私はコウの手を取って走り出していた。ちょっとさ、スミオくんの謎が片付いてない全然。なんかスミオくん何者？だからここで、平山明子さんと、浅沼は、現場で勝ち合ったんちゃうかな。でも勝ち合って、もうめっちゃさ、点と点を一個ずつ繋いでる状態やから、何も重なってないねんけどな。相変わらず屋上には強い風が吹いていた。誰もいないね。甲が小声で言う。ちょうど昼休みだからね。昼食休憩を取ってるんじゃないかしら。着いたタイミングが良かったのか、ここまで人目につかずに上がってくることができた。え、勝手に入っていいの？めっちゃ危なくない？工事現場って。で、どうする？もちろん、事務所に忍び込んで何か手がかりになるものを探すわ。私も小声で答える。そんなもの出てくるのか？とにかく、人が戻ってくる前に急がなくちゃ。私たちは辺りを素早く見渡すと、小走りにプレハブの事務所へと向かった。見つかった？めっちゃ怒られるやろな、これ。案の定、事務所には誰もいなかった。さて、私は事務所の中を眺めると、ため息を一つついた。机の上にはメモやファイルが雑然と置かれている。引き出しは開けっぱなしにしているものもあれば、書類が溢れ返っているものもあった。壁際の棚には本やバインダーのようなものが、うちの書庫に負けず劣らない、いい加減さで並べられている。藤子、時間がないぞ。どこから調べるつもり？職場にさ、重要なそんなもの置くかな？机かな？棚はさ、いろんな人が触る可能性がない。私はそう答えた。デスクトップの大きなコンピューターは、モニターがつけっぱなしになっていた。画面には設計図が映し出されている。
巨大なビルが 3D のワイヤーフレームで回転し続けていた。机の横には、これ袖机が置いてあった。あれやな、ちっちゃいやつやんな。棚みたいな。そう、引き出しがちょっとついたやつ。引き出しが3つ縦についている。その一番下、大きめの棚が少し開いていた。迷わずそこを引き開ける。ファイルが何冊か並んでいた。階層別設計ファイル。資材管理表。ん?雇用者リスト。私は雇用者リストと書かれているファイルを取り出した。机の上に置き、パラパラとページをめくる。50音順で書き出された人名は、この高層ビルの建設に携わった人たちがずらりと並べられていた。探すのは簡単だった。最初の数ページ。阿行の子。浅沼徹。私は一瞬、背筋が凍るような寒気を感じた。予想していたこととはいえ、実際にその名をこの事務所で、そして平山明子の机で見つけることになろうとは。浅沼さんがさ、平山さんゆすったんかな、もしかして、お金欲しさに。浅沼徹。彼はちょうど2週間前に解雇されているらしかった。こう。そう言って私はファイルから顔を上げた。動くな!持田さん?え?こうが持田にカッターを突きつけられていた。もっち?藤子、持田さん何をするの?うるさい、来るな!持田さん、バカな真似はやめて!いつの間に入ってきたの?持田は目を赤くして私を睨みつけている。今更5年前のことをほじくられては、明子さんが迷惑するんだ。明子さんが迷惑する？迷惑するのは自分じゃないの？私がそう言うと、持田は言葉に詰まった。あなたと明子さんは愛し合ってるんですね。やめろ。浅沼を殺したのも持田さんなの？何のことだ。持田が急に表情を変えた。とぼけないでください。平山さんをかばって人を殺すような人だったなんて。ちょっと待ってくれ。持田がカッターを下ろしていった。一体何の話だ。甲が隙をついて持田から離れた。しかし持田は構わず私に向かっていった。浅沼って誰のことを言ってるんだ。古川和子が雇っていた探偵です。探偵?持田は首をかしげていった。何か勘違いしてないか?あれ、これ大丈夫?私なんか間違った?僕は確かにコウ君を脅しかけたけど。でも、殺すつもりはなかったんだ。空気銃だってそうだし、図書館に忍び込んだのだって、ちょっと脅かしておこうって思っただ。お前かよ!図書館なんかすごい線細いシルエットやからさ。そうなん?スミオくんかと思ってんけど。あれ、もっちーかいな。持田は真剣な顔つきでそう言って、空気銃はでも許せんな、あれな。危ないよ。じゃあ私を襲ったのは。あ、確かに僕だよ。でも人なんか殺しちゃいない。持田はカッターを投げ捨てた。説得力ないけどな。明子さんは5年前のことで悩み続けているんだ。もうそっとしておいてくれないか。持田さん、もうやめて。見ると、いつの間に来たのか、入り口のところに平山ゆきが立っていた。ゆきちゃん。持田が驚きの声を上げた。君、いつの間に?待ってたの。母があなたと電話してるのを聞いちゃったから。それを聞いて、持田はがっくりとうなだれた。仕方なかったんだよ。この二人が終わった事件を今更ほじくり返すから。終わってなんていなかったのよ。ユキが叫ぶ。知ってたの。あなたが母とよく会ってるのは。ユキちゃん。私とコウは黙ってそれを聞いていた。私の父が死んだ理由、なんだか知ってるの?
何って、事故じゃないの。自殺やろな。ユキは首を横に振った。じゃあ一体、自殺よ。自殺？言うたんかな、浅沼が。そうよ。私が誰の子なのか知ってしまったから。どういう意味だ？持田が聞く。私、忠雄さんを愛していたの。ああ、やっぱそこは、さや、そうやな、私の思惑通りやな。ユキは言った。いとこ同士だけど、忠雄さんの母親の和子さんは、うちの母とは腹違いの姉妹。だから、そう近い関係じゃないし、私と忠雄さん、将来は結婚だってできるはずだったのよ。私とこうは顔を見合わせた。そうだったのか。持田が言う。二人とも高校生だったけど、本気だったの。ユキが続けた。でもね、突然忠雄さんは死んでしまった。あの時はどうしてなのかさっぱりわからなかった。そう言って首を振る。ユキさん、そこへ私が口を挟んだ。あなたと忠雄さんは兄弟だったのね。ええ、腹違いのね。ユキが答えた。今ようやくわかった。古川光也さんが私の本当の父親だったんだわ。忠雄さんがそれを知ってしまったのね。私は言った。ユキはうなずいた。忠雄さんと私は結婚まで考えていた。そのことを父親である古川光也に話したんだと思うの。はあ、それで知っちゃったんか。きっとその時、初めて聞いたんだわ。私と忠雄さんが兄弟であることを。兄弟では結婚はできない。私はつぶやいた。ショックだっただろうね。17歳の男の子には。こうも同情してユキに言った。それで自分の部屋で首を吊ったんだね。ユキが小さくうなずき話を続けた。それを見て、古川光也さんも事態を悟ったのね。自分の過ちが愛する息子の命を奪ってしまったと。ユキの瞳にはいつの間にか涙が浮かんでいた。じゃあ直子さんは、やっぱあれなんかな。家族が全員死んでて、どうだろう。それで古川光也さんは居間で自殺を図った。そして夫の死を知った和子おばさんも、その命を絶つしか道がなかったんだと思うの。そんなに弱ってた？なるほど、と私は思った。古川和子は探偵を雇っていたくらいだから、夫の浮気にはうすうす感づいていたのだろう。そしてその浮気相手は自分の妹だった。衝撃よりも女としての悔しさは相当なものであったはずだ。死を考えるには十分すぎる事実だったろう。私は言った。そして一瞬にして家族を失ってしまい、一人取り残された娘もその後を追ったのね。多分そうよ。忠雄さんの家族は本当に仲が良かったの。お互いに痛みを共有しているというか、少なくとも子供たちはそう信じていたから。持田が口を挟んだ。古川一家心中がそうだったとして、さっき言ってた探偵が殺されたって話はどうなったんだい？それは、私が口を開きかけたその時。私がやったのよ。どんどん人が事務所に入ってくる。突然ドアが開き、平山明子が姿を現した。お母さん！あの探偵は私が殺しました。そうよね、藤子さん。私はゆっくりとうなずいていった。偶然にも浅沼がこの高層ビルの工事に雇われていたんですね。そう、運命って残酷なものだわ。平山さんは言った。しばらく気がつかなかったんだけどね。浅沼が私に気づいたの。あの事件から5年経つけど、浅沼はあの事件を忘れてはいなかった。あなたが古川光也と不倫していたことで、浅沼に脅されてたんですね。
あー、そうやな。あ？え？浅沼は何も知らなかった。ただ私は浅沼が全てを知っていると思って口を滑らしてしまったの。そっちか、浅沼は尾行に失敗するポンコツやから何も情報を得られずに、嫁にはこうやって報告しといてくれやって言われただけやったから何も知らなかったのに、か、あきこさんが勝手にゲロってもうて、で、しめしめってことか、いい情報が手に入ったみたいな。そういえば、浅沼が情報をつかんだと言っていたのを私は思い出した。その日から浅沼は私から金をせびろうとして、いろんな手を使って脅してきたわ。そんな毎日に私は耐えられなくなったの。それで浅沼を、あなたたちが浅沼のマンションを訪ねた夜よ。彼を近くの公園に連れ出し、後ろから刺したわ。お母さん。ユキの瞳からはこらえきれなくなった涙がこぼれ落ちていた。ごめんなさい、ユキ。平山さんはユキに言った。ユキさん一人ぼっちやん。ほんなら。もう耐えられなかった。平山さん、私も聞きたいことがあるんです。私の声に平山さんは顔を上げた。うちの図書館に寄贈された本に書かれているユキの文字。あれは平山さんの字ですね。そうよ。平山さんは答えた。私は身ごもった時、古川の家にいたの。そして百科事典の裏表紙のところに、女の子ならこれがいいわと名前を書きつけたのよ。それがあのユキの文字なのね。古川光也さんはそれを踏み台にして死んだんですよ。私はそう言った。ええ、私への気持ちを表したかったんでしょうね。でも私にはそれが辛かった。だから図書館に？平山さんは黙ったままうなずくと話を続けた。一家心中事件の後、ユキが古川との子であることを夫に告げたの。あー、アキコさんから言ったんか。でもそれならさ、浅沼って何で脅してたんやろ？もうだってユキさんも、まあ私がこうやって動いたからやけど、ユキさんも自分の父親は古川光也って感じたとか察したし、もうその古川さんの一家は全員亡くなってるわけやろ？まあ一人余ってるってか一人残ってる大梅さんとそのお母さんに、やだって思われるぐらいのもんで。なんて脅されてたんやろ。やっぱ娘に言うぞって言われてたんかな。まあでもそっか。こういう流れで、ユキさんは自分の出世を知ったけど、この流れで知ったんじゃなければ、ユキさんが、アキコさんの元から離れていってしまうとか、もうユキさんに愛想つかされてしまうとか、いろんなこと考えるとやっぱり怖くなっちゃったんかな。あれだけの事件だから隠しておけないと思って。それがまた一つ不幸を招いたんですね。真実を知った夫は死を選んでしまった。だからユキには話せなくなってしまって。お母さん。ユキが平山さんをじっと見つめた。その瞳は悲しみなのか怒りなのか私にはわからなかった。でもユキと忠夫くんがそんな仲だとは全然知らなかった。お母さんはいつでも忙しすぎたのよ。私の話なんて全然聞いてくれなかった。ユキは涙を拭こうともせずに言った。そうね、母親失格ね。娘の様子にも気づかない母親なんて。ユキさんのことに気づかなかったのは平山さんだけの責任じゃないわ。私は言った。ユキさん、あなたも母親に話すべきだったのよ。でも今更。ユキが言った。遅くなんかないわ、ユキさん。私はその言葉を遮って言った。あなたたちは生きてるんだから。平山さんはゆっくりとユキの方へと歩いていくと、その細い肩を抱いた。ごめんね、ユキ。
もしあなたが家を出たいのなら。でも、一度ゆっくり話し合いましょう。ユキは平山さんの肩の上で小さくうなずいた。しばらく、ユキのすすり泣く声が事務所に響き渡っていた。ユキの声が収まると、平山さんは私を振り返っていった。藤子さん、自首するわ。そう言った平山さんの目には、母親の強い力が溢れているように見えた。誰もいなくなったビルの屋上。私とコウは目の前に広がる青空を見上げていた。コウ、高所恐怖症じゃなかったの？地面が動いてなきゃ大丈夫だよ。遠くに夏色の雲がゆっくりと流れている。そんなことよりさ、妙なことが分かったんだけど。コウが真顔で言う。何のこと？あの高田澄夫って子だけどさ。そう、澄夫くんの謎。澄夫くんがどうかしたの？そんなやつ、あの高校にはいないんだよ。ええー。ほんとさ、昨日調べたんだから。まさか、何かの間違いじゃないの？藤子さん。え？声に振り向くと、離れたところに澄夫くんが立っていた。澄夫くん！どうも。澄夫くんはそう言って、ちょっと頭を下げた。おかげで、何もかも決着がつきました。決着？ずっと気になってたんです。澄夫くんは風に揺れるかのようにふわりと笑った。ユキにも会えたし、もう用事はなくなりました。君は、コウが澄夫くんを見つめていった。君は誰なんだい？しかし、澄夫くんはそれには答えなかった。代わりに小さな風が吹いた。どうもありがとう。本当に嬉しかった。そう言うと澄夫くんは、風に溶けるようにその姿を消した。え、お化け、スミオお化けエンド？どのくらい時間が経ったのだろう。しばらくの間、私たちはただおく、もう言ってもてる。私これ最後に言おうと思ったのに。スミオくんってただおくんやったんかなって。もう、ネタバレされた先に、私たちは忠夫くんがいたところをじっと見つめていた。これ5時じゃないよな、まさか。あえてやんな。もう、ここまで来たら君らわかるよね、この子の正体ってことやんな。ふと、街の雑踏が私の耳に聞こえてきた。はっと我に返る。消えた。コウが力ない声でそう言うのがやっとだった。ユキさんのことが心配だったのね。私はいつの間にか瞳を濡らしていた。可愛いじゃない、忠夫くんってば。あの高校生は古川忠夫くんだったのね。私はため息をつきながら言った。本当？コウが聞いた。写真を見せてもらえばわかるわ、忠夫くんのね。見せてもらうか。だけど私は首を振った。うん、見たくない。ねえ、いいじゃないの。彼が幽霊でも何でも。問題は生きている人が幸せになることだわ。そうだな。私はコウの腕を取った。ねえ、どこかに行こうか。少なくともコウは幽霊じゃないからね。風がヒューッとなった。まるで見えない誰かが口笛を吹いたかのようだった。あ、これもしかしたら、あ、完結いったか。これさ、前作と、あれかな、方式一緒かな。あの、完結ルートと、なんていうの？あの、事件が解決するルートと、なんか未解決で死ぬバッドルート。これ解決やな、スタッフロール流れてるし。
明日に希望を。待って、これ何ルートやろ？関。関って何やったっけ？なんかさ、あ、待って、違う、ま、あー、2話出てるわ、そうか。関が出たら2話やったっけ？何やったっけ？なんかさ、いくつかあるやん、ルートが。あ、これ、事件が解決すれば、次の関が出るんよな。で、バッドエンドを迎えると、こういう風に、迎えると、次の関が出ないのよね、確かね。あー、なんかあれやな、結構イージーやったな。なんか、おふざけなし。おふざけなしで、しっかり考えながら、選択をすると、解決したわ。ところどころよくわからない選択肢あったもんね。ああいうの避けていったら、たどり着けたので。まあ、第1話っていうこともあって、ちょっと優しめなのかな？じゃあ、この間の方埋めるか。こっからどうしようかな。どの程度、攻略見よっかな。いや、このゲーム恐ろしいのがさ、ページ送りが弱いのよね。2もそうなんかな。1の時ページ送りがすごい弱くて。もうとてもじゃないけど、総当たり戦きつくてさ。まあ、ちょっとちょこちょこ見ながらやろっかな。もう大変ですしね。私もね、野草局2がクリア終わるまで生きてないかもしれないし、生きてるうちにクリアしたいから、なんかちょっと都合よくつまみ食いしながら見ていこうかな。自分でやれそうなところは自分でやって。なんかもうここ、ちょっとね、目星をつけてんだけどね。これあれちゃうみたいな。そのさ、絶対選んだあかんやんみたいな選択肢いくつか。あったやん。なんか嘘つくみたいな。ああいうのちょっとついてみたりとかして、進めてみてもいいんじゃないかなって思うんですよね。